空をリポート、空リポ、気象予報士の田中里穂さんです。よろしくお願いしま す, します。田中さん、今日県内はじんわりこう汗が出てくるような、はい、そんな気温になりましたね。そうですね、はい、昨日よりも今日は気温が上がりまして夏日になったところもありました。そして明日もですね、晴れの天気が続くんですが暑さには注意が必要です。かなり上がりそうなんですよね。そうなんですよね。まずは明日午前9時の予想天気図から見ていきたいと思います。明日も日本付近はここに中心を持つ高気圧に広く覆われますので県内は1日を通してよく晴れるでしょう。そしてこの高気圧の周りの風によって暖かい空気がこう西回りで流れ込んでくる見込みです、はい、7月下旬に相当するかなり暖かい空気ですので明日は本格的な夏の暑さになりそうです、はい、気になる明日の予想最高気温がこちらです。うわ、もう、はい、夏ですね。そうですね、上中下越では28度前後の予想で7月中旬並みのところが多くなりそうです、はい、そして上越市は31度と7月、はい、下旬並みの予想です。また先ほど予想天気図で西風が吹くとお伝えしたんですけれども、はい、岡さん、ちょっとこの山を持ってもらってもいいですか。山を持つ、はいはい、富山県のあたりに置いてください。富山県の山ということですね、はい、そうですね、この辺、はいはい、で上越市地方はこのように西側に高い山がそびえていますので西から吹く暖かい風がこう山から吹き下ろしてくるフェーン現象が明日起こります。ですので明日は特に上越地方で気温が上がりやすくなるでしょう。この山に近い地域というわけですね。はい、そうですね、はい、ま、とはいえ明日は各地で熱中症に注意が必要です、はい、改めて対策を見ていきましょう。まず水分補給を心がけましょう。一度にたくさん飲むのではなくこまめに摂るというのがポイントです。そしてこまめに休憩も取るようにしてください。さらに帽子や日傘で直射日光を避けましょう。またマスクをすると体に熱がこもりやすく熱中症のリスクが高まりますので適宜外すようにしてください、はい、まあ、学校の運動会ですとかまだ外の農作業という時期ですので、はい、周りの皆さんの目配り気配りも十分注意していきたいですよね。そうですね、特にお子さんや高齢の方は熱中症になりやすいですので、はい、周りの方が気にかけてあげるようにしてください。